その直接飲むサイズがここに口に入れると、こんな感じなんですけどね、うんうん、さあじゃあこの子のケースを、いいですか、蓋もお願いします。ここで走っちゃうよ。いいですか、入れますよ。そうね、それで、あの移動用にさ、うん、こういうプラケースが1個あったから、ね、もうちょっとちっちゃくていいから、はい、うん、分かりました。それだとなんか安定感もないから、なんかね、慣れてるからこれが安心するかなと思ってきたんですけど、確かにね。で、あと次回見えたお見えの時にね、もし一般状態が良かったら、はい、シデクシンという薬がありますね、はい、できるだけね、首の後ろに垂らします。で、これはあの寄生虫を予防する薬です。寄生虫も体の表面につく寄生虫、うん、お腹の中につく寄生虫、血管の中につく寄生虫、うん、すぐやります、うん、で、イベルメクチンという薬があって、これの進化した薬です。で、これは 4,5 年前にノーベル賞を取った薬です。これを発見したのが日本人の先生で、で、なんでこれがノーベル賞を取ったかというと、うん、あのこれもともと動物薬なんだけど、人体用に20年ぐらい前に出たんですけど、ね、まあ、寄生虫を予防する。寄生虫でも細長いんですね。線虫とか微小線虫。で、アフリカとか南米でね、川辺に住んでる人は、腕に刺されてね、微小線虫が入ってきて、それが目に入っちゃう。それで目が見えなくなっちゃう。温故せる病気とか、こういう病気がすごい流行ってて、本当にたくさんの人が目見えなくなっちゃうらしいんですね。で、そういう人たちに無償提供したんですよ、このイベルメクチンを。そしたらなんとこれが撲滅に近いところまで来たんで、じゃあこの薬探して、発見者の誰っていうことで、その先生がノーベル賞を取られた。ただ実を言うと、もっと前から動物業界ではこれを使ってるんですよ。で、それぞれ進化した薬、最後はこれが少ないから、つけさせてもらって。だからここに来てるデブリちゃんは結構つけてる。ただ、長くは効かない。1ヶ月ぐらいかな。だから1ヶ月1回見せてもらって、ちょっと垂らす。でもそれするのもさ、もう前後はさ、つけられないですもんね。だから、ね、そう、ちょっとずつ慣れていただけるといいかな。で、これ、ビシッと書こうと思うとプレッシャーになるから、書ける範囲でいいですからね。書いてきてくださいね。はい、じゃあこちらですか。お薬は受付でお出しますね。じゃあ、まあ、一般状態良ければね、1週間後に、なんか調子悪いことあれば一週でね、ご覧してください。それとあと後ほど YouTube でちょっと見てもらえるといいですね、はい、そういうお話をね、はい、よろしくお願いします。はい、受付終わります。すいません、受付。